ということは、音数やめたんじゃ二度と見ることないって、そんなに音数が楽しい？一日中見とけよ、ギャンブルを。競艇、音数、競馬、パチンコ。ギャンブルで滅びろ、お前みたいなやつは。ギャンブルばっか見とけや。ギャンブル枠探して。ギャンブルなんてクソなんだよ。ギャンブルって言うぐらいだから。ギャンブルしちゃダメなんだよ。ギャンブルやるやつはクソ。二度とやらない。やっても1万円でパチンコするぐらいにする。二度とやらない。見るのはさ、でもやりたくなるでしょう。やりたくなるな。1万円ぐらいとか。まあ、競馬はまあいいけどね、まだ。ギャンブルで夢を見たいなんていうこと言っちゃダメ、そんなの。夢のまた夢。現実を見ろよ。現実を。楽して稼げるわけないだろ。98%がギャンブルで負けてるんだよ。残りの2%になれるか。ここに、ね、100個の紙が入ってて、ね、1個を引き当てれる。無理だろ。無理なんだよ。2%になれないんだよ。2%に。夢見ちゃダメ。勝てないようになってる。パチンコ、競艇、競馬。どっから金出てくる？あの建物は、競技場は、競艇場は、パチンコ屋は、どっから金出てくるんだよ。俺たちの金だぞ。みんなが負けるから、次から次へと、店舗が増えて、儲かるんだよ。配信つけてやってほしかった。あれは、2万ドルになって、もうやめる、寝るわって言ってから、30分ぐらい考えて始まったね。今でも覚えてる。20万で負けて、次50万で負けて、ひどいもんだった。で、音カジって負けたお金で増えるわけじゃないんだよ。賭け額でそういうキャッシュポイントみたいなのが増えて、それで3000ドル分あった。3000ドル分。履歴も見した、全部。で、3000ドル分で囚人をやりまくって終わった。配信でやればまた確かにそう思ったんだけど、あの時も確か12時間ぐらい放送して、もうすごい疲れてたんだ。で、配信のテンションじゃなかったから、俺が配信つけてたらもうちょっと展開違ったかもね。それも俺の失敗なんだ。で、親父にも言えないよ。で、親父も金ないでしょ。人生いろいろありますよ、生きてると。ご飯食べた。ゼロババにはもう金がないっていうしかない。見てるだけで愛くるしい？何を言ってるんですか。早くっつうか、だいぶ時間かかったけどね。今働いてる。みんなもやれば配信。
しくなるから。お米買ってない。リスナーさんに送ってもらった佐藤のご飯が余ってる。配信で食べていくのもギャンブル。うまいこと言うね。やっぱりギャンブルだ。3年前思い出した。配信にハマって寝不足でもうやってられない、仕事辞めた。そのギャンブルに成功してるんだよ。やっぱりギャンブルだよ。弱気になってる。攻め続けなきゃいけない。やるべきだ。配信だってギャンブルじゃん。どんだけ見てきた。仕事辞めて配信頑張るっつって落ちぶれていって消えていったやつを。高校卒業で電気会社に勤めて、ね、電気会社に勤めて8年だよ。8年、26歳。で、ちょっと俺も配信頑張ろうっつって仕事辞めて、で、配信で食えなくて、派遣社員だよ。日当9000円。で、今その人はどうなってるかわかんないけど。ギャンブルじゃん。ギャンブルしようぜ。一か八か。ダメか。もっと状況悪化するか。終わったら通話かけてきな。まあ、リスナーさんには配信外電話しないんで、まあでも電話させてもらいます。まあたまには。まあリスナーさんとあんま電話したくないんだよな、俺配信外。まあでもするわ。うん。エルドアのそこってやめてよ。リスナーはお金じゃないんで課金しなくていいです。はい。でも配信頑張ります。見守ってください。それだけでいい。それが本心。ね。お金なくなった。じゃあアイテム投げてくださいで、それは俺が間違ってる。だから今日から見といてほしい。それだけでいい。今日からまた配信のことだけ考えて、頑張ります。今まで配信のことは、前と付き合って2割ぐらいしか考えてなかった。うん。配信のこと、配信はもう慣れてるからやれるじゃん。仕事もそうじゃん。慣れるとさ、適当にやれるじゃん。惰性で。そうじゃなくて、ちゃんとやります。はっきり言って手抜いてた。今日からまたありがとうございます。ありがとうね、ガガちゃん。手抜いてた。配信のことよりも女のこととか、他のこと、ギャンブルのこと、ずっと考えてた。ゼロワンの音カジ配信需要があるで。ゴンベ、もう終わったんだよ。確かに、お前らと過ごした一週間、毎日夜になったら配信つけて、みんなと過ごしたあの時間はかけがえのない日々だった。本当に楽しかった。でももう終わったんだよ。俺にも人生がある、生活があるんだよ。みんなにやってあげたいよ、毎日。何時間でも。でももうなくなったんだって。お金がないんだよ。正直楽しかったよ。本当に楽しかった。感謝してるよ。負けたら笑われて、勝ったら一緒に喜んで、ね、たまに事故る瞬間を、囚人も面白かった。120何倍とか。どうなるんだって。で、ちょっと前ハマってたの、警察のやつも面白かった。チェリーポップも覚えてる？チェリーポップも。ギャンブル代で
楽しかったよ。最後の後半は5ドルでスロット回して、かなり花魁とかで出したよね。ワンワンドッグのあれもすごかった。バカラで4000ドルから2万ドルにした。初めの終盤は100万ぐらい負けるまでハワイアンドリームで、エンディングってバカにされてずっと悔しかった。ああ、すごい思い出す。いい意味で充実してたかもしれない。元カノがいる時はね、一生懸命1万円許可もらって、その中で一生懸命やってた。そういう中でもイベント1位にさせてもらって、アムチにも勝った。本当に楽しかったな。レート下げて、ゴンベイやめてくれよ、もうしつこいな。友が正しい道に行こうとしてるのを足を引っ張るな。背中から服を掴んでくるな。背中を押せよ、友の門出を。なんでまた引きずり込もうとする、ギャンブルの世界に。やめてくれ。もうやらない。見たい？確かにゴンベイは毎日いたもんな。ゴンベイがバカラの予想するといつも外れてた。お前みたいな下手くそなね、リスナーに夢を見させてやりたかった。本当涙出てくる。何もなくなった。女もお金も。本当バカだよな。9000円しか。9000円しか。みんなにもらったお金全部使っちゃった。超えてた。楽して稼げると思ってた。投げてくれるのは当たり前だと思ってた。申し訳ない。本当に申し訳ない。本当ごめんなさい。